アイテム番号、SCP-640JP、オブジェクトクラス、セーフニュートラライズド、特別収容プロトコル。SCP-640JP は現在サイト、81、の収容ロッカーに収容されています。SCP-640JP はその維持要請のため、実験以外での持ち出しを禁止します。SCP-640JP を持ち出す際には、実際に SCP-640JP の維持要請が現れなかったと判明している人物か、維持要請の効果が及ばなくなった人物によって移動させてください。SCP-640JP は現在無力化が確認されたため、サイト、81、の収容ロッカーにて保管しています。説明。SCP-640JP は、150mm×105mm の白色の封筒、以下 SCP-640JP-1 と表記、とその封筒に付属された、説明書きのなされた B5 用紙、以下 SCP-640JP-2 と表記、です。SCP-640JP-1 のベロ部分にはハートマークのシールが付属されています。SCP-640JP-1 及びには物理的な干渉による破壊が不可能であることが認められています。SCP-640JP の維持要請は、人間の手によって SCP-640JP-1 が持たれた場合に、SCP-640JP-1 内部に完成はがきサイズ、100mm×148mm の便箋が現れることです。この便箋に書かれている内容は、持っている人物に対する恋愛感情、または敬愛感情を抱いている者が差出人となった、ラブレター、と呼ばれるものです。一個の維持要請の効果は実際にその感情を抱いている者がいる場合にのみ発動し、恋愛感情を抱えかれていない者が手にした場合には維持要請が見られませんでした。差出人は意思を持った生物であれば人間以外であっても該当します。文字は差出人の直筆の文字と一致しており、人間以外の差出人であれば、明朝体の文字で印刷されたように書かれています。この便箋は物理的な干渉により破壊可能です。SCP-640JP-2 は、SCP-640JP-1 の維持要請の説明が書かれた B5 用紙で、内容はこう綴られています。恋愛をしたいと思っているけれど失恋をするのが怖いと思ったことはありませんか？そのような悩み事は誰しもが思っているはずです。さらに、実際に会って告白するなんて恥ずかしくてできない、といった恥ずかしがり屋な乙女もいることでしょう。そのような方々の悩みを解消したい、という理念のもと完成したのがこの、ラブレター、です。恋文というのはご存知ですね。昔から自身の気持ちを伝えるために使われてきた手法です。この、ラブレター、はその恋文を元に作られたもので、あなたの気持ちを簡単に相違人に伝えるものです。自分が恋愛したいという時にも使えます。使用方法、この封筒を触らないように好きな人に送ってください。自分で使う場合は何もしなくて OK。あとはこの封筒の中身を確認するだけです。この封筒は手に持った人に対して恋をしている人物の恋文が現れるのです。これで自分の思いを簡単に伝えることができます。また、自分に対して好意を持っている人物が簡単にわかります。注意点、この封筒は最大4枚まで恋文が封入されます。4人以上から好意を持たれている人物に対しては、思いが強い順に上から4人選ばれます。もし、自分の相違人がモテモテだとしてもこの、ラブレター、を使い自分の思いの強さを証明しましょう。SCP-640JP は、県、市内で、恋が叶うラブレター、として噂されていたことが財団の目に留まり、初見に至りました。最後に所有していたのは、高校の女子生徒で、先輩から譲り受けたと話しています。話を聞く限り何度か使用されていることが確認されたため、カバーストーリー、都市伝説、を流布させました。実験記録を表示。以下の SCP-640JP 実験記録の実施方法は全て対象に SCP-640JP-1 を持たせるという方法をとる。実験記録 640JP-1、日付2000年、月、日。対象、P-640JP-1、結果、SCP-640JP-1 内に1枚の便箋が現れました。内容は以下のようなものでした。あなたがどうしようもない罪を犯してしまったことは知っています。それでも私はあなたの心の奥にある優しさに惹かれました。もう以前のような関係に戻れないということを知っていても私はあなたのことが好きです。もしかしたら冤罪なんじゃないかって、今でも信じています。この気持ちは忘れません。分析。
という人物を調べた結果、D640JP1 の妻であることが確認されました。D640JP1 が財団に勤務することが決まった時点で周辺人物に記憶処理を施し、死も例外なく記憶処理が施され、D640JP1 の記憶はないものと確認されています。記憶がなくても差出人の対象になるということはどういうことだろうか。人為的になくした記憶と自然消失した記憶では反応が変わるのかどうにか調べられないものだろうか。博士。実験記録 640JP2 日付2000年月日。対象 D640JP2 結果 SCP640JP1 内に2枚の便箋が現れました。内容は以下のようなものでした。高校の時、一目惚れをしました。野球部で下手くそでも精一杯努力している姿を見て、胸が熱くなるのを感じたんです。でも、卒業まで一言も話せませんでした。私はクラスでも目立つような存在じゃないし、ずっと一人だったので、君、D640JP2 の本名、の邪魔になってしまうと思っていました。10年経った今でもこの初恋を覚えています。また会えたら、今度こそ気持ちを伝えたいです。ああ、こんなこと手紙でもないと言えないんだけどよ。俺、お前のこと気に入ってたんだよ。このクソったれな職場で一緒に生活するうちに気が合ってさ。なんつうかさ、親近感っていうのか、俺もお前も同じ、で捕まったって話聞いてからこいつとは仲良くできるなって思ったんだよ。そこからな、あれだよ。お前のことが好きになってな。おかしいとは俺も思うんだけどよ。でもこういうのって気持ちの問題だろ、なあ。D640JP3 の本名。分析。D640JP2 は財団勤務以前に7年間交際していた女性がいましたが、その女性が差出人になることはありませんでした。調査した結果、その女性は別の男性と10年間交際した後に結婚していることが判明しました。D640JP3 に D640JP2 に対して好意を持っているかどうかを質問した結果、動揺を表しながらも否定しました。この結果により、同性間での恋愛感情も対象になるということが分かっています。実験記録 640JP3、2000年月日。対象 D640JP3 結果 SCP640JP1 内に1枚の便箋が現れました。内容は以下のようなものでした。最初変な形で思いを伝えられたのは驚いたよ。まさか君がそんな風に思っているなんて全く考えられなかった。でも不思議と嫌な気持ちにはならなかったよ。そこからかな、意識し始めたのは。君が僕のことを泳いでいると分かったから気づけたところがいくつかある。そういうところを見ていくうちに僕も君に惹かれたよ。僕もこんな結果になるとは思わなかったけど、君があのおかしな封筒の実験に選ばれたということであえて言わないようにしておいたよ。D640JP2 の本名。分析。想定外ですが、対象を指定して SCP-640JP1 内に便箋を出現させることが可能だということが確認されました。喜ばしいことなのだろうが実験をするにあたって恋人がいた場合には実験に支障が出る可能性があるな。申し訳ないがこの二人の D クラスには記憶処理を施して別々のサイトへの移転してもらおう。博士。実験記録 640JP4 日付2000年月日。対象。博士、結果。SCP-640JP1 内に1枚の便箋が現れました。内容は以下のようなものでした。最初は全く気にしたことがありませんでしたし、変人と聞いていたのでいい印象は持ちませんでした。しかし、長く接しているうちに、博士の癖や、性格が気になって気になっていつの間にかかなりの頻度で、博士のことを考えていました。もちろん表に出さないよう努力していました。ですから、きっとこの思いが伝わることがないんだろうと思っていました。でもそれでいいんじゃないでしょうか。このまま長くこの気持ちに浸っていたいです。博士のことが好きです。研究員。分析。研究員は、博士に対しいつも辛辣に対応していることはサイト内でも有名な話です。SCP-640JP1 は恋愛感情を隠していて告白するつもりがなくても差出人の対象になるのだろうと思います。正直、とても驚きました。研究員。私も驚きました。彼女には嫌われているとばかり。博士。実験記録 640JP2
5、日付2000年月日。対象。博士、結果。SCP-640JP、1内に1枚の便箋が現れました。内容は以下の通りでした。いつも可愛がってくれてありがとうございます。僕もご主人のことが大好きです。お仕事頑張って。桃太郎。分析。調査の結果、桃太郎とは、博士が自宅で飼育している AN、カニスルプスファミリアリス、であることが判明しています。この結果により、差出人となるのは人間でなくても可能だということ、さらに恋愛感情とは別の敬愛感情も対象になることが分かっています。どのような基準で恋愛感情と敬愛感情が選ばれているかは分かっていません。もしかすると敬愛や恋愛以外の愛情も対象になるのかもしれない。これまで SCP-640JP、1内に何も入っていなかったことはなかったことから、恋愛感情がない場合には別の愛情が対象になるのかもしれないな、博士。実験記録 640JP、6、日付2000年、月、日。対象。博士、結果。SCP-640JP、1内には何も現れませんでした。突起。博士はこの実験の対象に志願していました。SCP-640JP、1内に何も入っていなかったケースはこれが初めてだ。有益な結果と言えるだろう。博士。実験記録 640JP、7、日付2000年、月、日。対象。エージェント。結果。SCP-640JP、1内に1枚の便箋が現れました。内容は以下の通りでした。削除済み、SCP-JP、分析。SCP-640JP-1 の差出人に意思を持った SCP オブジェクトが現れました。この結果により、SCP-640JP-1 の差出人になる人物は意思を持った存在であれば何でも可能であると推測されます。事案 640JP 以降 SCP-640JP の異常性の消失が確認され、ニュートラライズドに再分類されました。詳しくはホイの記録を参照してください。ホイ、事案 640JP、日付2010年、月、日。SCP-640JP-2 の内容が以下の文に変化していました。SNS の優勢によりラブレターの需要が低下したので廃止します。今後の製品にご期待ください。客中、一恋愛感情や敬愛感情、またはその他の愛情を持った差出人が出現すると推測されます。選ばれる基準は分かっていません。